い、どうもピオキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、びっくりトロールコース2ということで、このコースですね、1を以前にもやったことがあるんですよ。で、説明文見てみるとね、以前のコースのギミックを変えましたって書いてるんですよね。なんで今回もですね、びっくりさせてくれるようなコースなんじゃないかなと、そう思うわけなんですけど、以前やったコース全く覚えておりません。まあ覚えてるとしたら、ギオちゃん可愛らしい名前なのにアバターと全く一致してないぞって言ってたことぐらいですかね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.58%。 で、最近コメントであったんだよね、ピオキングさんの今日の開幕殺し何かなっていうのがめっちゃ好きみたいな。いや、相当嬉しいね。さあ、今日の開幕殺しは何かな。上の果てな怪しいぞ。どうしよう、一旦このまま右行ってみよっか。今日は開幕ギャーだったね。なんだ開幕ギャーってこれだ、もう。じゃあこの砲台は一旦ジャンプしてよけろっていう感じだね。さあ、ドアに入っていきましょう。ここはビッグインヨコース。早くないですか、死に耐久。この死に耐久しかも結構難しいやつか。もう待ってよ。いや、僕は死に耐久名人、絶対にこの死に耐久を攻略してみせるよ。たださ、隠しブロックが出てきたじゃん、攻略できないんじゃないのかな。一旦オンオフをしておいても隠しブロックが出されると思うんだよね。ほら、なんでこの耐久はクリアすることはできないっぽいね。じゃあさ、ここ右側のブロック怪しくない？あのブロックが壊れて先に進めるっていう感じなんじゃないかな。さあ行きましょう。合ってたね。こっからビッグインヨコースの始まりだね。今回は行き道が5つあるのか、ドアから入っていこうか、今回は右から行こう、たまには右から攻めるっていう気持ちも大事だよ。いや、それは分かんない、ここ上を進化でよかったのか。だから分かるか、こんなの隠しブロックなんて設置しやがって。じゃあこの一旦もめ、ああここだけで何重にも仕掛けられてるね。じゃあここは常に上を進化しとけっていうことだよ。で、この辺がブロックを壊して上に進めると、いい加減にせんかもう引っかからない、絶対に引っかからない。ボム兵がブロックを壊してくれた後も上を進化、それで先に進めるっていう感じだと思うんですよ。さあ行きますか、ここは急いでいくか、なんか来そうなもんだ。ここを右上、なんでこの隠しブロックを出すことによって砲台が出てくるっていう感じかな。あ、そういう感じなんだね。なるほど、そこにボム兵が来てくれるのか。誰がボム兵着火すんのねえ、誰かボム兵着火してよ。よし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 、そしてここでキノコ、いや一旦さ、この1個に取っておく、そしてキノコを取って先に進めるっていう感じだね。どっちが正解だ、何が正解っていうことはないだろう、だが気になるんだろうな、ここ。頼む、何も出ないで、ナイス、ほなうまいじゃねえか、そこに隠してくるなんて。じゃあここは素直に行けばよかったね。このピンコインを取って何もせずに土管に入れば、このコースはクリアっていう感じだと思うんですよ。さあ次の場所に進んでいきますか。じゃあ次は緑の土管行ってみようか。さあ、どんなびっくりさせられるようなことが待ち受けてるんでしょう。ここはジャンプしない方がいいよ、絶対に隠しブロックが出てくると思います。さあこっからダメだ、右にジャンプしていく、ナイス、うますぎ、あまたお前かいや今回あれだね、期待させるだけさせといてやっぱダメっていう感じのが多いんじゃないかな。じゃあここは一旦ツタに捕まっておけっていう感じでしょう。そしてこのオープン、ファイヤーが出てくるんじゃないかな。なんでジャンプした瞬間すぐ右、やばい、違うファイヤー。リオちゃん、僕はもう読めたぞ、この場面もう一回も引っかからないで成功させてみせましょう。でやでい、これさ、右側に行くと青鬼が出てきたね。じゃあ一旦この青鬼を避けておいて下に行く、そしたらドアに入る、あ、危ない、よしびっくりした、あのバブルは貫通してくれるんだね。そしたら次はどこに行こっか、赤に行ってみるね。じゃあ赤の土管行きたいと思う、やばいぞこれは、上に隠しブロックがあるんじゃないか、そうだろうじゃあ次は黄色の土管行こうか、この土管に入っていきたいと思います。次は何が待ち受けてるんでしょうか、ここは上を進化、なんで違うの、絶対違うでしょこっち、ほら死に耐久が来た、ご褒美タイムじゃねえか僕にとってはここはどうやって行けばいいだろう、右側に追っておくのが一番得策っぽくない、ここでジャンプしながら当たれば簡単にやられると思うんですよね。どうなんだ、アイテムちょっと出すぎじゃないですか、俺がきついぞ、なかなか、みんな助けて協力して僕に、やった
いや、こんなんで死にたい級を攻略したと言えるのか。このボスたち全員を倒してこそ死にたい級名人と言えるんじゃないか。いや、まあ結構簡単だと思うんだけどね、このボス倒すの。こんなにアイテムが降ってきてたらさ、やられることはまずないと思うんだよね。まず1匹ハエを倒しました。この調子でどんどん倒していきたいと思います。あとはあのモグラ野郎だけだね。そして砲台が出てきたけど、救済措置じゃないの？救済措置なんか似たようなね。僕はちゃんとこのモントンを倒すんだ。モントンだったっけ、モントンでいいか分かんないけど、このモグラを倒すんだ。来た、これこそ死体級名人の誕生ですね。救済措置でやられてしまった。次は救済措置なんかに頼らねえぞ。そして敵の攻撃にも頼らない。ちゃんと敵の攻撃なしで僕はこの身体級を攻略したいと思います。待ってくれ、砲台来ないでくれ。僕はちゃんとやられたいんだ。あなたの協力なしにやられたいんだ。クソ、あの砲台が邪魔してきやがる。ちゃんとやられることができるのか。やった。さあ、こっから本編に入っていくんですけど、ここはミリオンシンパで回避できたね。そしてこのカロンの甲羅、うわ、どうしよう。一旦何もしないで上に行ったら、オーフは変わってくれたね。これで合ってんじゃないかな。やばいぞ、これはここをぶっ壊すんじゃないの。カロンの甲羅で右は入れないのか。じゃあここで済むっていう感じなんじゃないのかな。じゃあここはさ、カロンの甲羅を持ってジャンプ。あれ違うね。じゃあ一旦上まで行ってカロンの甲羅を持って上に行く。ナイス、こういうことなんだね。これはぶっ壊していいのか。そしてタイミングよく P スイッチを踏んで右に行けっていう感じだと思うんですよ。さあ、この場面で右、うきっとミーヨちゃんはいきなり砲台を出すギミックが好きなんだろうね。じゃあここは P スイッチを踏んで右上の草に捕まる。これが正解っていうもんでしょう。さあ、これでクリアなんじゃないかな、ここは。そしてラストのステージ行きますか。さあ、次はラストだと思うんですけど、この青のドカー入っていきますか。次は何が待ち受けてるんでしょうか。ここは確か何もない感じだよね。それは前と一緒なのか。こっからが開始っていう感じだと思うんですけど、ここもいろいろと引っかかりそうな予感がするな。一旦オンを押して右を出発。青に、じゃあ急がんでいこう。一旦オンを押して何もしない。そしてこの青と同時に右に行けばいいっていう感じなんじゃないかな。そして上に行くしかないよね。うわ、何もないね。見た、今の回避すごくない？これたまたまいけたんじゃないのかな。じゃあここは、いや、バブルが出てくると思うんだよな。なんでジャンプして右に逃げる、それが正解なんじゃない。あ、落ちすぎた、もしかして。いや、もう一回これやり直し聞くんじゃないの。よしよしよし、やり直し聞いたね。さあ、ここはドッスンが右に襲ってくると思うんだよな。左に行っても絶対違うよね。なんで下に行って右を失敗、これでいい。なんで襲ってこないの。このままドカンに入れないぞ。どうすればいいんだ、これは。上に行かされたけど、このドカンも入れないしさ、どうやって積むんですか、ここ。もしかして砲台何か出すんでしょ。何を出してくる。何も出してこない。しました。嘘、最後の最後でやり直し。ちょっとまた頑張るのが怖いからさ、一旦この土管から始めていくね。で、ここのピンクコインを取った後に他のピンクコイン取っていきたいと思います。で、こっからなんだよね。右下の土管入れなかったから、左の土管に入らなきゃいけない、そういう感じだと思うんですけど、このドッスンはやられてくれないか。じゃあこの辺で一旦右行った瞬間左行く、そんな感じじゃないのかな。右行って左行く。うわ、間に合わんよね。この砲台がどうやってやられてくれるんだろう。あ、わかった、こっから。ちょ、隠し物かんの。こっから上に行けっていう感じじゃないかな。なんでここなんだけど、一旦オンオフをして、もう一回オンオフをして、こっから右に進めっていう感じじゃないかな。今ちょっとこの青に引っかからなかったんだけど、これで先に進めると思うんだよね。さあ、どうなる、こっから。なるほど、やっぱりここで砲台がいなくなって、ここでオンオフをして、危ない。いや、めっちゃ焦った。今土管に入れられてたら絶対やられてたよね。これで左を失敗して土管に入れる、頼む。やった、これで終わり。さあ、他のピックコインも取っていきましょう。さあ、すべてのピンクコインを集めてまいりました。この鍵ドアに入るとゴールがあるんでしょうか。以前の校舎ゴールちゃったんだけど、やったきた、これはゴールなんじゃないの。さあ、ゴールしていきたいと思います。
ちょっと空振ってしまったけど。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースター一発マリオ、ウロマスリーブザグラウンドということで、このリーブザグラウンドっていうのは地面から離れるっていう意味だと思うんですよね。なんでゴール条件にですね、あの厄介なゴール条件がついてくるんじゃないんですかね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.5%。 うわやっぱ出たよ、一回地面から離れたら着地しないでゴール。ゴール条件の中でこのゴール条件が一番きついんじゃないかなって思うんですけどね。そしてここはどうすればいいんだ。もう絶対無理じゃん、こんな地面から離れたら着地しないでゴールだって。一旦さ、ダッシュして行ってみていい？うわやっぱ無理だよねこんなんじゃ。ただ今ので夜ステージっていうのは分かったね。この一マスのところがあるじゃん、マリオの下の、ここで壁キックできないか試してみていい？ちょっと今もう地面ついちゃったけど、うわやっぱできんばい、これちょっとどうにかしてできないか。うわ無理だね、やっぱこの下の一マスのところは壁ジャンプできんばい。じゃあどうやっていくんだ、無理じゃないかこんなの。そもそもなんでこんなコースを作ることができるんだ、制作者頭良すぎいや絶対無理だよ、地面から離れたら着地しないでゴールでしょ。左からねジャンプしても絶対に届かないんだよね、右上のゴールバーに。もしかしてさ、この一マスのところがあるじゃん、壁を伝ったらゴール条件がなくならないみたいな、そんなシステムがあってくれ、頼む。どうだ、壁を伝れんで、ね、一松じゃったらやっぱ壁伝れないのかな。いや絶対それ以外ないよね、他の方法じゃ地面から足離れちゃうもん。なんで壁伝うのが正解、そうでしょ、そうであってくる。今地面から離れてないやっけ。いやこれ何とかやってるんだけど壁を伝うことが絶対できないんだよね。なんでこの方法じゃないと思う。この一マスの突起があるじゃん、この突起と下のくぼみなんだよね、この2つがヒントになってるんじゃないかなって思うんですけどね。そしてここ隙間が狭いんだけど、どうやって行くんだろうね、普通のジャンプじゃ絶対頭ついちゃうからさ、ここどうやって綺麗に行くんだろう、回転ジャンプかな。あ、回転ジャンプで綺麗に行けるね、ほら。なんで回転ジャンプをこの辺からするみたいな。いやでもどうやって地面から離れないでここまで行くかだよね。さあこういう時の最高のヒント、最速クリアを見ていいですか。2秒、早すぎないですか。え2秒でどうやって行ったんだろう。2秒ってことはもうスタートした瞬間に走ってジャンプする、もうそれ以外考えられないよね。じゃあさ、右ギリギリでスピンジャンプしていけってことかな。なんで左から走ってみてスピンジャンプで行ってみるね。いや絶対頭つくじゃんか、もうちょっとギリギリ攻めてみよっか、この辺。あれゴール条件なくなってなくない、ちょっと待って、ゴールできるこれ。あれなんでだろう、ちょっともう一回検証していこっか。スピンジャンプをギリギリでしようと思ったけど空中スピンになったよね、そしたらゴール条件が生まれないみたいな。なるほどね、ちょっと任天堂さんおかしいと思います、どういうことですかこれ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。